皆さんこんにちは、七色です。この動画はご覧いただいた皆さんに動画で鉄道を旅した気分を味わっていただくチャンネルです。今回ご紹介するのはキュンパスです。キュンパスは JR 東日本が発行しているフリー切符で、1万円で JR 東日本のエリア内が特急新幹線も含めて1日乗り放題となる切符です。今回はこれを使って旅をしてみたいと思います。まずキュンパスについてもう少し詳しくご説明させていただきたいと思いますが、利用可能な期間は2024年2月14日から3月14日までの1ヶ月間で、平日のみ利用可能です。よって土日祝日は利用できません。並びに利用開始の14日前までに駅ネットで購入しなければなりません。よって駅の窓口や券売機では販売しておらず、発券を受けるのみとなります。利用可能なエリアについて、原則 JR 東日本のエリア内ですが、それ以外に青い森鉄道、 IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道、北越急行、越後ときめき鉄道の普通快速列車はもちろんのこと、特急や新幹線も利用可能です。指定席は2階まで利用可能です。この切符を用いて私が今回企画した旅は、 JR 東日本の新幹線を乗り尽くす旅です。私の拠点である福島県の郡山駅から出発し、東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線を往復して郡山まで戻ってくるというプランです。キュンパスを使ってどれだけお得に旅をできるか挑戦してみたいと思います。なお、この旅ではミニ新幹線である山形新幹線と秋田新幹線、上越新幹線の越後湯沢から河原湯沢の区間は対象外とさせていただきます。それではごゆっくりキュンパスの旅をお楽しみください。利用開始の初日、2024年2月14日に旅をしています。おはようございます。私は現在郡山駅に来ております。最初はここから東北新幹線に乗車しますが、その工程をご説明させていただきます。まずここから下り新幹線に乗り、新青森を目指します。しかし郡山に新青森行きの新幹線は停車しませんので、途中仙台で乗り換えます。そして新青森からそのまま上りの新幹線に乗車し、次の乗り換え駅大宮に向かいます。なお仙台から北の新幹線は全席指定となっておりますので、仙台から新青森と新青森から大宮の区間は指定席を使います。まずはニューデイズで朝食を購入です。それでは改札口から新幹線ホームに向かいます。やまびこ51号盛岡行きの新幹線が到着しました。これで仙台まで向かいます。7時24分郡山駅を発車しました。自由席はほぼ満席です。仕方がないのでデッキに立ちます。福島駅に到着です。なんとマジカルドリーム新幹線と呼ばれるラッピング新幹線に遭遇しました。いいことありそうです。福島駅を発車です。ここから着席できました。ようやく朝食にありつけました。仙台駅に到着しました。私が乗ってきた新幹線はこのまま盛岡へ向かいます。バイバイ。次ははやぶさ1号に乗り換えます。仙台駅を発車しました。新青森まで乗車します。
川駅で先ほど乗ってきた新幹線を追い越しました。盛岡に到着しました。ここで先頭の秋田新幹線を切り離すため6分停車します。盛岡駅を発車しました。ここで秋田新幹線が分岐です。ここから先の区間はトンネルが多くなります。七戸十和田を過ぎると晴れてきましたが雪が積もっています。まもなく新青森に到着します。ここで4分で反対方向の新幹線に乗り換えますが、列車を降りた瞬間混雑がひどくて前に進めません。ようやく混雑を脱出しましたが、もう発車時刻を過ぎております。残念ながら反対行きの新幹線は発車してしまいました。仕方がないので作戦を練り直しです。次の新幹線に乗車して当初計画したルートで移動した場合、今日中に郡山に戻ってくることはできません。残念ですが北陸新幹線への乗車は諦めることにしました。さらに新青森を発着する新幹線は全席指定となっておりますが、キュンパスの指定席も使い切ってしまいました。仕方がないので盛岡まで立ち乗りで移動し、そこで山彦の自由席に乗り換えて大宮まで移動することにしました。一応乗り遅れた新幹線の座席はキャンセルしました。東京行きはやぶさ18号がやってきました。これで盛岡まで乗車します。盛岡に到着しました。私が乗ってきた新幹線は秋田新幹線を接続し東京へ向かいます。バイバイ。
昼になりましたので、ここで駅弁を購入します。次に乗る新幹線やまびこ60号はすでに入線しております。盛岡駅を発車しました。大宮まで乗車します。早速昼食にします。三陸産煮穴子飯とお茶で1562円でした。柔らかく煮込んだ穴子は絶品です。甘じょっぱい味付けが食欲をそそります。三陸の旅情をそそるお弁当、ごちそうさまでした。駅に到着しました。ここで上越新幹線に乗り換えます。私が乗ってきた新幹線はこのまま東京へ向かいます。バイバイ。次に乗車するトキ325号が入線してきました。大宮駅を発車しました。終点の新潟まで乗車します。ここで東北新幹線と分岐します。新潟駅に到着しました。
少し時間がありますので、ニューデイズで食料調達をしていきます。再びホームに戻ります。私が乗車する新幹線はすでに入線しております。ちなみにこの新幹線、特急列車乗り継ぎのため両側の扉が開いています。ドアが閉まります。新潟駅を発車しました。これで終点の東京まで乗車します。ここで先ほどニューデイズで買ったチョコバナナクレープをいただきます。ちなみにこの新幹線、本日の指定席は完売とのアナウンスがございました。先月1月23日大宮から東京の区間でトラブルが発生し、ほぼ1日広範囲にわたって新幹線が運休となりました。新幹線の需要は他の交通機関で簡単に代替できるものではないと思います。詳しくはこちらの動画もご覧いただければと思います。東京駅に到着しました。なんと再びマジカルドリーム新幹線に遭遇しました。しかし私が降りてすぐに発車しました。夕食に駅弁を購入しますが行列です。東京駅を発車しました。これで郡山まで乗車します。仙台行きと翼山形新庄行きです。ここで夕食の駅弁を開けてみたいと思います。深川飯です。要はアサリの炊き込みご飯です。出汁の効いたご飯とアサリの相性が絶妙です。新しい東京名物を堪能できました。ごちそうさまでした。郡山駅に到着しました。この新幹線はこの先仙台と新庄に向かいます。バイバイ。はい、それでは再び郡山駅に戻ってきました。次にキュンパスの旅をまとめてみたいと思います。まず正規料金の合計ですが58,380円となります。これに対しキュンパスは10,000円ですので、この差額48,380円お得に旅をしたことになります。なお予定通り北陸新幹線に乗車していた場合、正規料金は69,940円、キュンパスは10,000円、この差額
59,940円お得になるはずでした。以上、ここまでキュンパスの旅をご紹介させていただきました。キュンパスは14日前までに購入が必要となりますが、2月29日までは予約が可能です。お気に召された方はぜひキュンパスで旅に出てみてください。引き続き次の動画もご視聴いただけますと幸いです。またチャンネル登録・高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。